こんにちは。今回は iCloud と新たに iOS15 より追加された iCloud Plus についてご紹介します。まず今までの iCloud について説明します。 iCloud は Apple が提供するクラウドサービスです。クラウドサービスは他にも Google が提供する Google ドライブや Dropbox などがあります。ここに写真や書類を保存していくことができます。また iPhone のバックアップを簡単に取ることができます。同じ Apple ID でログインしている全ての iPhone、iPad、Mac で同期されます。 iCloud は4つのストレージプランがあります。はじめからある無料の 5GB、 一番人気の月額130円の 50GB、 写真が多い人向けの月額400円で 200GB、ファミリー向けの月額1300円で 2TB があります。最後の2つはファミリー共有が可能です。では iCloud 写真の仕組みを可視化していきます。まず iPhone で写真を撮ったとします。それが iCloud にアップロードされて保存されます。 iPhone にある画像は写真のプレビューだけが残って、実際の画像はありません。 iCloud に写真があるので他のデバイスでも見ることができます。 iCloud にデータがあるので本体の容量を気にする必要はありません。ただし iCloud にデータがあるといって写真を削除すると、 iCloud から写真を削除されるので、全てのデバイスから削除されます。 iCloud にアクセスできるのは iPhone、iPad、Mac はもちろん、 Windows 用の Windows 用 iCloud でも、ウェブで iCloud.com にアクセスすれば誰でも使えます。 iCloud を利用するには Apple ID を作成する必要があります。後日 iCloud を活用した対応大容量の写真や書類を簡単に送る方法をご紹介します。次は iOS15 以降の iCloud をご紹介します。1つ目は家族や友人などを復旧用アカウントとして設定できることです。パスワードを忘れたときは電話をかけて再ログインに必要なコードをもらうことができます。2つ目は亡くなった時に情報を聞き渡すことができるデジタル遺産プログラムです。個人アカウント管理連絡先に人を追加することができます。亡くなった後は登録されている人がアクセスを求めるだけです。ここで設定アプリに iCloud の利用規約が表示されている方にどうしたらいいか説明します。設定アプリから新しい iCloud 利用規約をタップ、利用規約をタップすると新しい利用規約が表示されますので、これをお読みいただいて、で同意するをタップ、もう一回同意するをタップします。次に新しい iCloud Plus をご紹介します。 iOS15 に新たに登場した iCloud Plus、利用できるのは iCloud のストレージを契約している人のみ、つまり 50GB 以上を契約している人です。一つ目はプライベートリレーです。サファリからの送信内容は全て暗号化されます。誰も IP アドレスや位置情報を知ることはできません。プライベートリレーをオンにするには設定アプリから自分の名前、 iCloud、プライベートリレー括弧ベータ版をタップします。このチェックボックスをオン、これで設定完了。キャリアの契約で LINE のギガのアカウントや Netflix のギガのアカウントのプランを契約している人は注意が必要です。ノーアカウントと判断しているのは iPhone がどこに接続しているのかを見て判断しています。しかしプライベートリレーをオンにしていると通信内容が見えないので、どこにアクセスしているかがわかりません。よってプライベートリレーをオンにしているとノーアカウントにならない、つまりギガを消費するということになります。なのでご注意ください。2つ目はメールを非公開です。ランダムなメールアドレスを生成し、実際に使っているメールアドレスを知られないようにできます。 iOS13 より搭載されたアプリでサインインと似ています。ではメール非公開の仕組みを可視化してみましょう。
この人が実際に使っているメールアドレスはこれです。例えばとあるサービス A にメールアドレスを登録するとします。その時に実際のメールアドレスを使うのではなく、ランダムに生成されたメールアドレスを使うことができます。また別のとあるサービス B にメールアドレスを登録するとき、ランダムに生成されたメールアドレスを使うことができます。またサービスからメールが送信されるときは、設定したメールアドレスに送信される。それは一旦 Apple が受け取ります。そして自分の実際のメールに転送されます。これによりアプリやウェブサイト、企業に実際のメールアドレスを知られることなく連絡できます。ではメールアドレスの作成方法をご紹介します。まず設定アプリの自分の名前のところをタップします。 iCloud をタップ、メールを非公開をタップ、新しいアドレスを作成するをタップします。するとランダムに生成されたメールアドレスが表示されます。このメールアドレスで作成する場合は続ける、別のアドレスにしたい場合は別のアドレスを使用するをタップするとアドレスがまた変わります。アドレスにラベルをつける画面になりました。ラベルはタイトルのようなものでサービスの名前がいいと思います。メモは自由に入力できたら次へをタップします。完了をタップします。これは自分が持っているプライベートリレーを利用したメールアドレスです。一つタップしてみましょう。するとラベル、使用しているメールアドレス、転送先が表示されます。ラベルとメモはここから編集できます。メールアドレスを無効にするをタップすると、このメールアドレスに届いたメールは受信できません。以上がランダムなメールアドレスの作成方法と管理方法です。では、次は Apple でサインインの話をしましょう。Apple でサインインとメール非公開の違いは、メール非公開はあらゆることに使えますが、Apple でサインインは対応しているサービスのみ利用できます。しかし、Apple でサインインを利用すると、パスワードが必要なくなります。では、Apple でサインインの利用方法をご紹介します。これは、とあるサービスのログイン画面です。ここに、Apple でサインインがあります。タップしてみます。すると、ポップアップが表示されます。名前はアカウントのユーザー名となります。名前のところをタップすると、名前の編集ができます。メールアドレスを実際のメールアドレスを使うか、ランダムなアドレスにするかを選びます。そうしましたら続けるをタップします。 Face ID、Touch ID、パスコードで認証します。これで完了です。3つ目はホームキットセキュアビデオです。 iCloud Plus では無制限にカメラを接続でき、その動画データは iCloud の容量に含まれません。以上が iCloud Plus です。プライベートリレー、メール非公開、ホームキットセキュアビデオが使える iCloud Plus。 価格はそのまま。これが iCloud、 iCloud Plus です。ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。